20年後まで語り継ぎたい馬に対する視聴者の反応集。G1 勝利等の派手な実績はないから将来語られることは少ないだろうが、リアルタイムで見ていたものとしては間違いなく印象に残る馬っているよね。エントシャイデンって重賞勝ってなかったんだな。意外。下り坂校舎だったなぁというのと、下り坂校舎ってだけじゃ勝ちきれんよなぁという体現者。大道みたいな感じで連れて行かれるフランスで毎度激走しては凱旋門で打ちひしがれた日本人を慰めてくれた名馬。凱旋門組の態度をしつつ凱旋門で荒んだ心の癒し。この決闘でロンシャンの田んぼがドンピシャとはわからんもんだ。日本だとお世辞にも強いとは言えないけど、ロンシャンでだけは白身の低人気で2年連続 G1 3着に入る大激走するの好き。ボッケリーに。昨日の札幌記念の競争除外で20億円弱の返還があったようだね。単勝後、6番人気くらいだったはずなのに随分と見込まれてたんじゃないか。単勝人気はないけど、連の軸か紐としての人気は強かったと思う。プボ、と言いたいけど、あいつは実績だけでこの先20年は語り継がれるから今回はなしかな。その意味だと無敗三冠馬を極限まで追い詰めたアリストテレスを推したい。ハルテン4年連続メダリストは前人未到だし、ハルテンの季節になったらみんなその凄さを再確認するようなポジションになる。東海トリックの8回出走も語り継がれてるし、4年連続馬圏内は語り継がれると思う。ネイチャが未だに語り継がれるどころか、バースデードネーションが毎年祭りになってるの考えると、全然満景は語り継ぐまでもなく名前残りそう。多分そういう馬のファンは、俺だけは覚えてる、語り継ぐ、から、ってみんな思ってるからな。近い世代のシルコレのカレブーもこっち系なイメージなのもあって、語り継ぐ、はなんか違うんだよなーって思ったんだ。サウンズオブアースとカレンブーケドールって思ったけど、違う面で派手だなこの2頭は。個人的にはメロディーレイン、あの小さな馬体でオープン入りしてるのと、菊花賞5着はすごい。そもそもあの体でデビューして無事完走、そこから勝ち上がってオープン入りして小馬長距離レース完全走破、なんなら世代 G1 や重賞の掲示板にも入ってるし、今でもなお現役で走ってる分、競争成績とは別ベクトルだけど実績を積み続けてる馬だと思う。メロディーレインは400キロ未満の牝馬で重賞に出てくるレベルの馬が現れるたびに参照されそうだから、案外長く名前は残りそうな気もする。そもそも350キロ未満で1勝以上することができたのすらメロディーレインのみだからな。あとクソデカバ体重の馬が出てくるたびにメロディーレイン残、人により変動あり、も使われる。それこそテリオスベルとかじゃねえかな。レースと周辺情報まで見ないと何が異端なのか伝わりづらそう。その当時何があったんだよって意味でレースの流れを壊した逃げは語られていいと思う。テリオスベルはレース見ないと異常性が伝わらんよな。通過順1、1、1、1だし。圧倒的トンチキ面白い女テリオスベル。こいつはほんとデータ見てたら普通の前線逃げ馬だけどね。怒らないで聞いてくださいね。普通の前線牝馬は TCK 女王杯、川崎記念の連投したり、エンプレス杯、ダイオライト記念の中市周参戦したり。そもそもこの令和のご時世に重賞ばかり年間11戦走るとかしないんですよ。先方だけじゃなくてローテもかなりトンチキだよこの女。これはロータスランド。ゴルシの花嫁として飼われた馬が重賞制覇するだけではなく G1 で何度も激走して世代の強豪の一角を担ったのは忘れてはならない。新馬戦にいたパンサラッサが話題にされがちだけど、その後もラウダシオン、2歳オープン、バビット、1勝クラス、ジュンライトボルト、2勝クラス、と戦っていたんよな。この4戦すべて連帯なのはすごいよな改めて。それこそ名経エール。重賞6勝もしてるし、素質自体はあったっぽいのに、なんで G1 取れなかったんだろうな、惜しい存在だったな的な扱いは間違いなく受けるだろうけど、アイドル扱いになぜそうなったってなる人も時間が経過するごとに増えそう。ケウちゃんはでっかわいいお馬さんとして語り継がれてほしい。できればエアスピネルおじさんとの友情も込みで。よしお。伝説の JC で三冠馬三頭を押しのけて一番人気になったのは素直にすごい。よしおの人気がいまいちわからなかったんだけど、アフゴとかファミキとかを応援するようになって当時の人の気持ちがわかった。個人的にはヒカルアヤの姫。いろいろな人の思いで走らされて生かされていた命。最後まで現役だったのはすごいことだと思う。19歳?二度見したわ。寝とけとかで戦績見てきてみ?長すぎてぶっ飛ぶぞ。
アフリカンゴールド。急に人気出たわけじゃないんだよね。地道に人目に触れて、応援してねーってアピールしてきたわけで。なぜ人気なのかみたいなのあったけど、調教師分け投げだからって思ってんのなんか笑える。実際元から菊花賞に出走できるぐらいには強かったけれど、SNS やっててもそこから重賞制覇できる子なんて本当に一握りだからね。国分弟が一体誰のオーダーで逃げたか真実は未だ闇の中だけど、これが大きな転機の一つになるという。これアフリカンゴールド本人が自分の判断でアンケート取って国分弟はそれに従ったが、一番状況としてはしっくりくるんだよな。手塚厩舎の幸せの青い馬、オスキュー。ファミキ、なぜここまで人気になったのかいまいちわからないけれど、なんか人気になってた現役馬ナンバーワン。ファミキがお元気でいてくれる。それだけでただただ嬉しい。またものすごい体勢で草を食おうとしてくれ。ファンロン兄貴のどこをそんなにも気に入っているのかわからないけど、ファンとしては兄貴の可能性をいつでも諦めない手塚先生には感謝してもしきれない。